から、そう、ここはいいんだよな。オアシス、オアシス。最後の曲はテレビを消してくれ。もう何も見えない。適当パーティーで行けたような。やっべえ、おい、ちょっと、増やすなよ、プレッシャーを。そう、全然誰もいなかったわ。スキャバとは。この前話したかな、なんかね、レベルボスにすごい苦戦してる子がいて、やべ、行動パターン把握してねえよ、これ、ミルドラの。一旦目、瞑想積みてえな。無理だよな。俺、瞑想積めないと思う。あー、でもワンチャン試してみる？試すわ。瞑想。1、2。風マン。風マンだったら神。スペシャルカード発動。違う。違う。星降る。この前ね、レベルボスにすごい苦戦してる子供がいたんですよ。あのね、思ったんだけどさ、あの限界突破システム追加されたじゃないですか。限界突破システムが追加されたせいで、あのウルトラスーパーハイテンションが狙いにくくなったわけじゃないですか、相対的に。あのさ、4体さ、限界突破の時にさ、限界突破さ、3番できるかって難しくない？あれ思ったけど、確かに。そうそう、限界突破はさ、全員しないとウルトラスーパーハイテンションができないっていう仕様上さ、レベルボスさ、意外と攻略難しいんだけど。あれいいね、ギガスラッチュいいよ。そう、子供がね、なんだったかな、なんかね、戦士のピサロだったかな。そう、戦士のピサロが HP がね、1万5000ぐらいあって、その1万5000をね、やっぱ削りきれないみたい。限界突破4人だから、限界突破を、3ターン目の始めまで終えることができないんだよ、基本。だから、そうすると、ルカニ使ったらまあ削りきれるんだけど、ルカニは死なないじゃん、普通の人たちって。寝てる、誰か寝てる。だから、すごい削りづらいみたい。あー、ガチャガチャガチャってしちゃった。これ、よくない。違う。ガチャガチャしたらあかん。勇者のつもりで、あ、これか。オッケー。レベルボス確かにさ、ルカニとかなしでやるのめっちゃ難しくない？だって USH が狙えないんだもん。いや、もちろんちゃんとやれば狙えるよ。光の玉とか使ってね。そうすればいけると思うけど、全員限界突破を、何も知らない人がやるのって難しくない ?USH やりづらくなってるしな、ダメージも出ないし、何が寝てんだろういや、本当に思った、あれ。やってて思ったもん。なんか食らってんな。ドルモアかな、ドルモアっぽいな。さあ、イオナズン、そうだよな。俺が命令したもんな。串刺しの方がいいな、これ絶対。ちょっと、ドラゴン？ドラゴンだろ、お前。オッケー。なんだろう。あー、これ、結構痛いやつじゃない？デステールじゃない？ミルドラス結構状態異常多いんだよな。状態異常が多いから、それが問題だよな。止まっちゃうとダメージが与えられないしね。9、8、7、6、5、4、3、2、ここ見聞色いくぜ。しかし不幸なことだ、ユアストーリー失敗。よし、よし、いいぞ。ナイトミアソード、はい、よし、いいぞ。
バーサーカー、バーサーカー今回めっちゃ刺さるからね、通常には。ただ芯にはあんま刺さんねえんだよな。オーケー、完璧。そう、アルミナちゃんとバーサーカーは刺さんない、芯には効かない。あくまで通常のことを考えてやれな。あ、オッケー、押し切ろう。じゃあ一気に押し切れるんだったら押し切った方がいいよ。これは多分下手に光の玉使うとためられない勇気をためることができないからね。ここは削り切ってみようか。なんだ、オッケー、はい、早い、ちょっと早かったね。オッケー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 、スタートやね。いいよ、はい、オッケー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 、よしよしよし。ミルドナスどうしようかな。1ターン目だけとりあえずルビーするか。1ターン目とりあえず悠長の前かましておいて、そっからはもう成り行きだよね。いやー、だからアークデーモンとドラゴンは打点取れるから、そう、バーサーカーアルミナちゃんたちはもう会心を出すしかないんだよな。こいつ状態異常多いからな、思うように攻められない場合はあるからな。マジで戦闘能力はそこまで高くないはずやけど、どうだろう。さあ1ターン目から始まりますよ。まずここからが本番、主人公頼むぜ。超絶決戦や、マスタードラゴン来た。超絶決戦だ。なんで超絶が殺到しないんだ。まずはね、まずは1ターン目悠長の前。さあ OK、 完璧。通り結構いいはずよ、結構通りいいはずよ。結構これ一応爆発弱点だしね、ミルドラが。はいはいはい、オッケー。さあまだまだ、オッケー、会心出していこうぜ、会心出していこう。あかん、それはあんま聞かないでしょさすがに。ナイトウィッチ、はい、オッケー、いいよ。さあオッケー、弱点取って、弱点取ってるよー、これ結構効いてんじゃない。でドラゴンもね、激しい炎でだいぶ当たる、どっちでもいいんだよね。テールアタックでも激しい炎でも打点が取れる、どっち選んでも安泰っていうルート、これが重要だと思うよ正直。あ、いてはこ、痛み打つんだ、へえ。まあ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 、ダメージを回避できたと見れば悪くないだろうね。このプレイによっていてははね、かなりラッキーだからね。でもね、たまにねダメなんだよな。弱点取って、あ、ちょ、えどうしようかな。 AAA で全員 A でいいな。てかよく考えたら全員 A でいいわ。これワンチャンどうなんだろう。ドラゴン激しい方が出んのかな。 OK、 どうだろう。うん、はい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 、この主人公のねスターライドが大事なんだ。あとは会心が出ればダメージレースに一気に有利になる。あとはつばぜで勝てるとねかなり有利なんだけどな。つばぜで勝ったら勇気負けしないっていうのがマジででかいからな。うんうん、さらにオッケー、バーサマン
バスターマン、ギガデイン。さあ、何来る？マヒャドだね。これマヒャドだね。いや、ドラゴンがダメ、大ダメージ食らうんだよ。悪伝もそうだけど。守備あんま高くねえからな、うちのチーム。バサマン、ドラゴン、悪伝あたりがね、きついね。イオナズン。弱点を取ってるはず。何だ？誰か避けてるのはでかい。誰か避けてるんだね、でも。よしよしよし、でも状態時もかかってない。しい炎を吐き出す。オッケー、弱点。弱点取るのはでかい。これ勝てるとマジででかいんだよな。勝つしかないだろ。7、6、5、4、3、2、見聞色赤マックス、いくぜ。よっしゃ、きた、チャンス到来。チャンス来た、チャンス来た、チャンスの順番、次はきっと君に来る。それ AKB やん、完全にそれ。俺 AKB のね、ラブラトールレトリバーマジで好きやったよ。あぶねえ、ちょっと黙っちゃった。ラブラドールデポリバーの話してる場合じゃなかった。 AKB でさ、昔はさ、水着のピブいっぱい出てるのにな。激しい炎を吐き出せ。オッケー、光玉使おうかな。うん、光玉使おう。ここは勇気ためよ。勇気ためたら勝てるよ。勇気ためれば勝てる。頑張って、ボタン押し頑張ろう。マジでタイミング押し頑張ろう。マジでボタン押し見せられないしなんと。さあ、よし行くぞ、バサマン。勇気たまれ。なんだ、ただ HP 的にはまだ耐えてると思う、結構。あ、やべ、やべえな。このターン貯めれば勝てる、多分。勇気をこのターン貯めれば勝ち。貯めれなかったらやばい。いいね、キラー。早い、クソ早すぎだ、クソ。よっしゃ、来た、たまった。よしよしよし、あとはイテハさえ来なければ。これイテハさえ来なくて、次の一撃は猛毒の霧とかで予想外のダメージを食らわん限りは大丈夫。いける、いける。一発クリア2回あるか。なんだ、アルミアちゃん。さあ、変な炎くんな。なんだ、なんだ、何食らった。うわ、いや大丈夫か、耐えてんのか。うわ、分からない。いやでも削りとどめ圏内まで行ってると思うよ。とどめ圏内まで行ってると思う。頼むぞ。なんかスペシャル、とりあえずスペシャル、なんか来い、なんかスペシャル来い、スペシャルで決めろ、頼む、なんか来い。なんだ、ピキーンって言った。
なんかピキーンって言った、ピキーンって。なんだなんだ、あ、なんか来た。でも勇者、勇者っぽいの来た。なんか勇者来たから大丈夫、いける。頼む勇者、勇者俺に力を頼む。倒しきってくれ、倒しきってくれ。よーストーリー、やったー、やったー。目隠し取っていい？もう目隠し取るよ俺。おお、やばーやばー、血じゃねえよ、やばー、マジかー